城公園にやってまいりました。はい、やってました。ポーさんに花見の場所取りを頼んであるんですけど、そうです、今日3人でね花見をしようかと思いまして。そうなんですよ、はい、でもね、はい、情報がね少ないんですよ。少ないです、情報。噴水の近くにローソンがあって、はい、その脇の道をまっすぐ行って階段を上ったあたりにいます。アバウトですね。まあまあちょっと行ってみましょう。じゃあ行ってみましょうか。一応少ない情報で、このさ噴水のって噴水何個あるの？噴水は基本的にこっち側と、あのこのビジネスパークか、はいはいはい、あっちにもねでっかい噴水ありますからね。そうですね、はい、平地にこんな人来るんですね。もう驚くが人いますよね。この人って何してる人なんですか？いや、みんな暇じゃないですよ。自由があるんですよ。自由がある。暇でしょそれ。何言うてますってことです。花見めっちゃやってますよ。何してる人なんですか？本当に働いてる、働いてる時間まで1時です。こんなにいるの？働いてない人って。働いてないんですって。みんな余裕がある人って言ってます。余裕が。余裕が、あ、ローソン。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あそこに、あの噴水の横にローソンがあるんですけど。ローソンできたんですね。あ、脇道でしたっけ？脇道。ってことは、これか。向こう、あれあれですよ、大阪城野外音楽堂ですよ。音楽堂の方、そうですね。音楽堂。ちょっとあっち行ってみますか。音楽堂に行くわけ？だってこんなところで普通いないでしょ、花見。ないですね、こんなとこ普通にやる人は。いいの？どうなんですかね、そもそも階段の上って花見スポットじゃないんですよね。だって階段さ、登ったらさ、道でしょ、うん、普通に。よく知ってますけど、高速道路がこの上登ったら普通に道ですよ。ねえ、多分この上におると思うんですよ。ねえ、いやだって道でしょ。そう、今階段登ってますからね。待ってください、ちょっと待ってください。この辺にいそうですよ。だってちょっと待ってください。この辺にいそうな感じ。ただの通り道でしょこれ。この通りに多分いそうな感じするんですね。怖い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 。あ、こっちにちょっと桜並木がありますね。ああ、いい並木道ですね、これ。桜並木ですね、ここいい。ねえ、散々疑いましたけどね。た僕あれですね、疑心暗鬼ですね。散々人、綺麗な桜並木ですね、ここは。あれ？あそこ、葉の生い茂った木の下に。ちょっと近づいてみます。まあ、近づいてみます。うか、うん、いや、もっと、ほら、あるで。あー、向こう向こう、撮ってるんですね。いや、ポーさん、今日どうも ありがとうございます。おはようございます。あの、はい、率直な感想いいですか？はい、桜は桜は桜はたくさんあります。いや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 、だって桜がほとんどなのに、はい、逆によく見つけたなって思うんですよ。よくこの場所見つけましたね。確かに。いやいやいや、結構この辺人いたんですよ。それでようやく空いてたのがここだったんです。あ、通ったんですか、この辺いたんです。あ、でも向こうの方ガラガラ。そうですか。向こうなんかすごい桜綺麗ですね。ねえ、いや向こうあるんじゃないそのスペース。いや、とりあえずありがとうございます。まあまあまあ、そうですね、一応まあありがとうございますから、ね、あと本当に数10メートル行けばいい場所だったんですけど、はい、まあまあ、でもまあまあ、奥はこんな感じですね。はい、桜並木ですね。向こうサイド、高く、はい、あるのはなかった。そっちも結構人いたんです。あ、おったんですね。はい。あ、何？今いなくなった。はい、はい、ちょうど撮り始めた時、結構人いたんで、場所が。本当かな？ほんまです、ほんまです。ガムテープ貼る人初めて見ました、ね、そうですね、はい。